うん、ありがとうございます。それでは、それではですね、すいません、1の16番お願いします。ど根性桜というのが曲がございまして、まあ、私はこの曲ね、今大好きなんですけど、この曲ね、小名浜でね、その波に読まれた桜、一番にね、観測用の桜だったんでね、まあ、大事な桜だったんですが、この桜が波でやられて、もうダメかなって思った時に、そこから一輪の花が咲きましてね、そしてその桜にど根性桜っていう名前がついた。ほいでまた私それが聞きつけまして、この天才の頭がたパラパラパラと、また綺麗いい曲できましたので、それでは最後の曲はこのど根性桜で締めたいと思いますので、ぜひ皆さんも願っていただきたいと思います。それでは紅春美ど根性桜。